アバンティクラス見事優勝、カードナンバー19東高スポーツウィズ KC 長原小川翔吾選手、おめでとうございます。続いて第2位、同じく東高スポーツウィズ KC 長原ラッカーナンバー63室谷匠選手、おめでとうございます。そして第3位はカーナンバー6クラブマイム岡部雅選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。はい、それではまずはトロフィーをお持ちください。じゃあ正面から、はい、先ほどこの CRG のスーツがワンツー取るなんてないぞなんて言われてましたけれど、これからもねまたぜひ、参戦をしてきていただきたいと思います。井上さんも含めてね、素晴らしい戦いでございました。はい、カメラをお持ちの皆様よろしいでしょうか。では続きまして、オーブレーシングシミュレーターショーです。優勝されました小川翔吾選手にはオーブ様よりスパルコのレーシングギアが贈られます。それではどうぞお渡しください。はい、それでは改めてフォトセッションです。はい、キラキラと日の光を浴びて3選手表彰台でのフォトセッションです。それでは続きまして、スパークリングファイトへ移らせていただきます。一旦トロフィーはお預かりいたします。はい、よろしいでしょうか。それでは思いっきりスパークリングファイト、どうぞ。うわー、両サイドからかけられてる、かけられた。小川翔吾スポット参戦で勝ち上がって状態になってます。あ、冷たい。これはドボドボです、ドボドボです。よかったら後でお風呂入って帰ってください。改めてご紹介しましょう。アバンティクラス見事優勝、小川翔吾選手。第2位、室谷匠選手。第3位、岡部雅選手でした。おめでとうございました。